リトアニアの民族市場の地方区分。黄色の部分がズーキア地方である。ズーキア、またはダイナバはリトアニアに5つある民族市場の地方の一つ。現在のリトアニア南東部にあたる。ズーキア地方は現地住民の伝統的な生活様式や彼らの話す方言によって他の地方と区別されており、政治や 行政の観点から独立した地域とされたことは一度もない。また伝統的にアリートゥスがズーキア地方の中心都市とされるがアリートゥスが最大都市というわけではない。第一次世界大戦後はポーランド第二共和国の領土であった。現地の農民にとって重要であったキノコ採集ベリー最終ズーキア地方はリトアニアの南東部に位置し、行政上は アリートス軍とビリニュス軍の南部によって構成されている。歴史的には現在のポーランド北東部やベラルーシ西部も含んでいた。ズーキア地方はリトアニアで最も人口密度が低く、バレナ地区自治体では人口密度が15人平方キロメートルを下回る。ズーキア地方の大半は砂地で農業には不向きな土地である。そのため、ズーキア地方には 松が密集して生息し、リトアニアで最も大きな森もズーキア地方にある。ベラルーシとの国境近くには、リトアニア最大の湿地である、チェプケレー湿地もある。土地が痩せているために、農産物の収穫量は少なく、そのため他の地方と比べて貧困な状況にあった。農民は、食用のキノコやベリーを森から採集して補っていた。現在でもキノコ採集は、 地方の経済を支える重要な産業の一つである。リトアニアに5つある国立公園のうち、ズーキア地方にはバレナ東部のズーキア国立公園とトラカイ近郊のトラカイ国立歴史公園の2つがある。伝統的にズーキアの人々はズーキア方言を話す。これはアウクシュタイティア方言の解放言に位置づけられている。他の地方と同様、ズーキア地方でも 学校教育やメディアを通してリトアニア語の標準語が浸透しており、ズーキア方言は廃れつつある。16世紀初期に書かれた最初のリトアニア語の手書きの文章には、ズーキア方言の特徴が見られる。ズーキア地方の文章ズーキア地方の文章は、青い盾の中にポールウェポンを持った白い戦士が描かれており、青色は忠誠心と強さを表している。 二匹の山猫が紋章を支えており、ラテン語で、エクスヘンテベリコシシマポップヤラスラボーリオススと書かれている。この紋章は、歴史上のトラカイの紋章を参考に、2003年に、紋章芸術家のアルビーダスカジュダイリスによって、制作された。ズーキア地方はかつてトラカイ広告の一領域であり、その後14世紀から18世紀にかけては、トラカイ県の一部であった。 この紋章は、トラカイ地区自治体の紋章に修正を加えたものである。これは、もともとは、トラカイ公ー,ーストゥティスの紋章であった。ちなみに、同様のデザインは2004年に、アリートス軍の軍章にも採用されている。ありがとうございます。